真昼の月へと浮かび上がった。真っ白に光る月光中、心を一房噛みちぎって、届けに行くのだというのです。くりくりメガネの郵便屋は、俺が伝えると声をかけた。でもひらり飛んでその後にはタブの灰が残るだけでした。煙がまた消えた。大人思いが夜もなってた。言葉になれないまま土に染みて消えるような思いが音を立てた。思い出せるように歌え、踊れ、泣いたりはしないぜ。聞こえるだろう、戻るつもりはないか。歌え、踊れ、目を伏せたくらいじゃ隠せないんだな。やがて思いは滲んで起こった。夜をかき分け申します。はいはいはい、まあちょっと今のは古川本舗さんっていう人の、曲をやらせてもらったんですけど、この人がとても好きすぎて今日もう一個やるんですけど、多分みんな知らない人なんですよ、人というか曲なんですよね。だからまあ気分ね、あの自分のオリジナルをと思って聴いていただければ幸いでございます。でずるいずるい、なんかずるいずるい、また後で MC があるのでこれくらいにして、まあ、押しているということでね。あの前のバンドの 何富さんか知らないけど、なんか AC アダプターがないっつってやってたらしいんで、まあね、すぐ行きたいと思います。
ではでは、ベイクドパンケーキスという曲です。暗い夜に沈むだけの愚かな木のように、か細くも光るような明日を見ているか、心の全てを歌にしてささやかなもの、それもまあいいや、すりむいた傷が治らなくなった、時間が経ち過ぎたんだ、この旅を最後のフライトに決めたなら、ああ迎えに行く、砕けた思いは両手じゃ足りないな、あなたに会えた、それだけでいいか、疲れた眠るよ、それくらいいいだろう、カバンは捨ててく、そっと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 、あれからずっと僕は震えてた、場所に小さな家を建てたなら、ああ迎えに行く、それから僕らは小さなパンを焼く、揃えたらに穏やかな暮らし、疲れて眠ると暖かく日差しが揺れていて、しかせんね、本当に。うるさいな。はい、パッと始めます。
いに暗いね。私あなたに会えて本当に嬉しいのに、当たり前のようにそれが全てが悲しんだ。今痛いくらい幸せなもんてか、いつか来るお別れもそうだって。誰かの居場所を奪い生きるくらいならばも、私は石ころにでもなれたならいいな。だとした中違いもと思いもない、そうやってあなたまでも知らない。あなたに私の思いが全部伝わってほしいのに、誰にも言えない秘密があって嘘ついてしまうのだ。あなたが思えば思うより大げさに私は信じない。どうしてどうしてどうして消えない悲しみもほころびも、あなたといればそれでよかったねと笑えるのがどんなに嬉しいか。目の前ぼやけては溶けてゆくような奇跡で溢れて足りないや。私の名前を呼んでくれた、あなたが居場所をなくしさまようくらいならばも、誰かが身代わりになればなんて思うな。今いつまでも越えられない夜を越えようと手をつなぐ。この日々が続きますように、閉じたまぶたさえ鮮やかに彩るために、そのために何ができるかな。あなたの名前を呼んでいいかな。消えない悲しみもほころびも、あなたといればそれでよかったねと笑えるのがどんなに嬉しいか。目の前の全てがぼやけては溶けていくような奇跡で溢れて足りないや。私の名前を呼んでくれた、では、MC の友達なんですけど、もう次行きたいと思います。最後に、はい、オリジナルを1個持ってきました。
まあまあまあね、特に話す時間もないようですので行きたいと思います。はい、無遊病というか、
そろそろ。